こういう店でユッケジャンクッパを食べられるとは。味もいい。このお店のメニューはなかなかグローバルよね。おしんこカレーユッケジャンクッパ。確かにな。さすがは貿易の街といったところか。いや、普通にママの好きな料理なだけで、そんな大層な理由じゃねえぞ。なんだ、そうなの。でもせっかくいろんな地域の料理があるわけだから、中華料理もメニューに加えてほしいところだね。俺からママに伝授しようかな。あら、いいじゃない。何を伝授するの。チャーハンとかエビチリなんていいじゃない。でもこの店だと火力が弱いかな。火力の弱い中華はダメだ。俺が許さん。え、あ、ん、なんでなんちゃんが熱くなるのよ。難波くんは妙に火力にこだわるんだよね。まあ言ってることは正しいんだけど。蝶の伝授はこの店の火力が強化されてからだな。業務用だからちょっと高くつくが仕方ねえな。ママすごい嫌そうな目でこっち見てるんだけど。俺らがこの店で中華食える日はまだ遠そうだ。 Thank you.